聴者の皆さん、こんにちは。目指せアリ博士チャンネルです。今日も元気にアリの観察をしていきたいと思います。このチャンネルではアリの飼育や観察に役立つ情報やアリの魅力を配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。今日のお題は意外、黄色シリアゲアリに大量のハムシを与えた結果という動画です。今日も長編動画になります。映像は全部で13場面を用意していますので、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。今日の動画は昨日に引き続き黄色シリアゲアリの動画になります。昨日は黄色シリアゲアリの A グループと C グループの動画を配信しましたが、今日は B グループにも加わってもらいます。 B グループは A グループや C グループと比べてワーカー数は少ないです。女王アリは同じく7匹でスタートしており、女王の採取地は A グループと同じ場所になります。昨日ケアリ類の女王を採取するため透過採取に行ってきました。女王アリは空振りだったのですが、大量のハムシをゲットしました。これを今回は肉餌として黄色シリアゲアリに与えていきたいと思います。不足しがちなタンパク質を補うため、今日はあえて大量に与えてみます。ではハムシを与えていきたいと思います。今回も給水口から直接与えます。4倍速で見ていきます。ハムシを与えた後の C グループの様子です。もちろんワーカーたちが集まってきています。すでに小さい虫から食べられていますね。小さい虫をワーカー数匹がかりで食べます。ワーカーの数がどんどん増えていきますね。これは予想通りの結果です。次に B グループの様子です。こちらはそもそもワーカー数が少ないので、集まってくるワーカーの数もやはり少ないです。ですが確実に食いついています。そして A グループです。A グループは昨日横ばいに最も多くのワーカーが集まってきたグループでしたが、今回もハムシに多数のワーカーが集まってきていますね。なお今回ハムシを採取するのために筆を使って一網打尽にしてきたので、ハムシ以外の横ばいも入っています。これも餌になりますのでそのまま入れています。ワーカーの数がどんどん増えていきますね。これも予想通りの結果です。再び C グループの様子です。ワーカーが盛んにハムシと幼虫との間を行き来していますね。餌場と行き来しているワーカーもたくさんいます。ハムシたちを食べて得たタンパク質は幼虫たちが成長するための栄養になります。飼育ケースをしまい、
1時間後に再度 C グループを観察してみました。ワーカーたちの行き来は完全に止まっていました。またハムシにはほとんどワーカーが集まっていませんでした。どうやらお腹いっぱいになったようです。今回ハムシを大量に与えてみましたが、肩を超える量の餌を与えても結局食べきれないという結果になりました。1時間後の A グループの様子です。こちらもワーカーたちの行き来は完全に止まっていました。またハムシにはほとんどワーカーが集まっていませんでした。どうやらこちらも腹いっぱいになったようです。A グループの幼虫たちの様子です。幼虫の内部の色の濃い部分、すなわち、糞の部分をよく観察してみると、上下に動いているのがわかります。早送りで見ていただくと、よりわかりやすいのではないかと思います。おそらく、マーカーから口移しで栄養をもらい、それを消化しているのではないかと思います。マーカーたちがハムシをもう食べないようなので、必要最低限を残し、大量に入れたハムシを取り除きました。そのままにしていても、カビが生えて、衛生的に良くないからです。マーカーたちはこの通り、女王や幼虫たちと一緒にいます。今回の動画、いかがだったでしょうか。肉餌は、必要な量を与えるのが大事です。肩を超える量の餌を与えても、食べきれず、カビが生えて衛生的に良くないので、少しずつ与えながら、毎日どのくらいの量の餌を食べるのか、よく観察するようにし、与えすぎないようにしましょう。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をお願いします。